令和6年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会7月28日から8月1日福岡東平尾公園博多の森陸上競技場笑顔を見せる久保林選手陸上インターハイ2日目となった29日は11種目の決勝が行われましたこの日好記録が出たのが男子100メートル 東海大学附属大阪行政高校3年の西岡直樹選手が、追い風1.2メートルの条件下で10秒11をマークし、2013年に桐生義秀選手が記録した大会記録を11年ぶりに更新しました。100メートルは1日に予選、準決勝、決勝の全レースが実施される中、ラウンド戦が弱い、と自己分析していた西岡選手。温存した という予選は10秒38その後準決勝決勝と調子を上げていくというプランでした準決勝スタートから飛び出した西岡選手はぐんぐん加速し他を圧倒タイマーに10秒11と表示されると会場も大きくどよめきましたその約1時間後に行われた決勝は向かい風1.5メートルの中10秒26をマーク 大きくガッツポーズし、インターハイ初優勝をかみしめました。レース後、10秒1台は、自分の中でいけるかなと思っていて、出したいなと思っていたんですけど、11はびっくり、と振り返った西岡選手。この10秒11は、高校歴代2位の好タイムです。高校記録は、2013年に桐流選手、当時洛南高校3年、 が、小田記念陸上でマークした10秒01。欲を言えば、桐生さんの記録を越すというのが目標ですけど、自分はまだまだその部分には勝てないと思っている。高校生活はまだあるので、一から頑張ってその目標、夢に少しでも近づけるように過ごしていきたい、と語りました。8月末には、ペルーで開催される U20 世界選手権に出場する予定の西岡選手。 夢の舞台である日本代表に選んでいただいたので、しっかり自分の走りをして、まずは決勝に残れるように頑張りたい、と力を込めました。男子100メートル結果、1位西岡直樹10秒26、東海大行政3年、2位清水空飛10秒50、清涼1年、3位浜向太郎10秒50、目黒日大3年、